こんにちは。今回はどれだけ綺麗でも夜の仕事に向かない女性の特徴ということで5つ挙げていきたいと思います。夜の仕事を始めた時に、まだ私ね20歳だったんですけども、みんなすごく綺麗で美人な方ばっかりだなっていうのが最初始めた時の印象でした。クラブになるとね、さらに持ち物もねきらびやかで、まあね、どんどん皆さん垢抜けていって素敵なね女性が多いんですけども、そういった中で綺麗なだけだとお仕事は務まらないんですよ。綺麗なだけでは食べてはいけてもうまくいかない、もしくは綺麗なだけだと食べていけないっていうのがねこの業界です。ではどういう人だと綺麗なだけではねダメなんだっていう特徴を5つ考えました。まず1つ目、綺麗なんですけど営業職に向いていない人。こちらの人はホステスは務まりません。まあ、ホステスの仕事ってもう24時間営業マンみたいなね感じなんですよ。もうお客様の電話連絡 LINE もそちらをねなるべく早く返して、そして信頼してもらってねお店に足を運んでもらうっていうお仕事なので、この営業に向かない人っていうのはストレスしかたまりません。例えば土日の連絡しんどいな、かかってきて大変だ、休みの日にどっか行こうって言われてる、今日はアフター行こうって言われてる、同伴の前に会えないかとかね、まあ、そういうね、オファーがねたくさんあります。なので営業職ができない人、ストレス耐性を身につけて自分なりにうまくこう消化できない人っていうのはもう絶対どこかで病んだりとかをもういいややめようとかそういう風になってきます。もう本当にね綺麗な人でもね、もうお客さんねどん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 来ても全部ねこうストレスになってね、もうホステスさん辞めたいとかね、夜の仕事上がりたいとかそういう風になりかねないので、まあ、お昼の仕事も一緒ですけど、やっぱりね営業できない人厳しいなと思います。どんなに綺麗でもホステスさんに向かない人、その2、ネガティブな発言をする人です。私なんてとか、いや私はちょっとそれは大丈夫ですとか、その私なんてって思う人は向いてないと思います。やっぱりねお客様は、まあ、ご飲食代を払ってねいただいて、楽しいお席、ね、明るくなれるお席、元気をもらえるお席、運気が上がるようなお席、そういうねお店を求めております。そういった時に、まあ、なんかね運気が悪そうな人とかね、ネガティブな発言する方ってやっぱりね経営者の方は嫌う傾向があります。クラブっていうところは本来は社交場なので、そういった、まあ、プラスのねこう空気活気があるとか、あと、まあ、仕事のね明日の活力になるよっていうところの場所なので、そういったところで、まあ、ネガティブな女性と話をする時間っていうのは もったいないし、そういう経営者の方はね周りにそういう人置かないと思います。なのでホステスさんであまりねこう積極的じゃない人とか、まあ、そういう後ろ向きの考えの人はリクエストかかんないですね。需要がありません。なのでできるだけもう私がやりますとか、今度どこどこ一緒に行きましょうとか、こういうの見つけてきたんですけどいかがですかとか、そういう前向きな提案ができる人、未経験で入ってもすぐに人気が出るキャラクターの一つかなと思います。どれだけ綺麗でも夜食に向かないホステスさん特徴はその3、時間にルーズな女の子です。時間にルーズだけはこれ直しようがないというか、まあこれねもう習慣なんでしょうね、癖だと思います。まあ当日のドタキャンとか、あと遅刻、もうほんとそれってせっかくお客様が呼んでくださったお食事とかね、まあ、そういう約束ごとに5分遅れるっていうことは、まあ、お客様からの信頼もなくなりますし、で次のお約束もすごく頼みにくくなってしまいます。遅刻っていうのは別に夜の仕事昼の仕事関係なく、営業ということにおいては、まあ、してはいけないことだなと思っております。遅刻する人はね出世する人いないです。でこういう女の子はこちらも信頼できますし、まあ、どん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 ね仕事を振っていけるし、お客様が誰か一人呼んでって言った時に、まあ、一番最初に あの子ならいいかなって頭に浮かんでその子を誘いすることになります。とっても綺麗でも、あまりに時間にルーズでね、ドタキャンとか遅刻する方っていうのは、やっぱ長い目で見たら、本当仕事で、まあ、成果が出にくいなっていうふうに思っております。ホステスさんどうしてもね、時間にルーズだと4人で行こうっていう時にね、やっぱ誘ってもらえないですよね。なので、夜の仕事って、すごく、まあ、しっかりしてる部分と、まあ、こう適当な部分っていうのは両方兼ね備えているんですけども、1番目にもね、申し上げたように、営業職っていう観点から言うと、時間にルーズさっていうのはねすごく命取りになるかなと私は思っております。どんなに綺麗でも夜のお仕事に向いていない女性の特徴その4、マウントを取る女性です。
これ難しいですかね。なんでお客様にマウント取るのっていう風にしても、多分本人は知らずに気づかずにマウント取ってるんですよ。まあ、例えばなんですけど、先週どこそこのじゃあ焼肉屋さんに行ったお客様を言うと、あ、私もそこ行ったことありますみたいな、こういう感じのね、もう細かいことなんですよ。上からっていうよりも、まあなんかちょい上なんですけど、そういう会話をついしてしまうホステスさんがたまにいます。別にね、言わなくていいんだよって内心思ってるんですけども、まあそういう人ってね、多分癖とかあんま自分で意識してないんでしょうね。例えば箱根のどこそこ温泉に行きましたってお客様が言ったら、え、私もそこに行ったことがありますって言うと、会話がね全く膨らまないんですよね。本当は、行ったことないです、どんどこですか、え、そうなんですね、すごいね、まあ、さ、合コンを指しすずじゃないんですけども、そういう風にさすがですね、すごいですねっていう風にちょっと話をね、女性は聞き手に回らないと、え、そこ私も行ったことある、終了になってしまいます。で、こういう方って、まあ、お話下手だなって思うし、聞き上手でもないですよね。お酒の席で、まあ、皆さんね、こう気持ちよく楽しんで帰っていただくためには、こういう方っていうのはすごく夜の仕事に向かないなって思います。まあ話しててつまんないってことですよね。どんなに綺麗でも夜のお仕事に向かない女性の特徴、その5、綺麗すぎる女の子です。綺麗すぎる女の子ってどれぐらい綺麗かっていうと、例えばお店にいて、お店の中をこうふーっと歩くと、あの子呼んで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 っていう風にお客様のリクエストが、まあ、毎日ね10件ぐらい重なるような、そんな女の子のことです。まあ、なかなかいないですね。銀座ってみんなある程度ね、容姿は綺麗なんで働けてるんですけども、あまりに綺麗すぎると、まあ、そうやってねお客様がリクエストが多くて口説かれることも人よりも多くなるんですよ。そしたらやっぱりね、ストレス耐性っていうか、どの人に話しかけてもみんなに口説かれると、まあ体が持ちませんよね。うまく断らなきゃいけないけど、すっぱり断ると次にもつながらない、上手にこうやってこう泳いでいくような感じでね、かわしていける子、まあそれもね才能なんですけど、そこに行くまでは、まあ、結構難しいんですよ。口説きを上手にかわして自分のお客さんに持っていける人ってなかなか、そんなにいらっしゃらないので、やはり綺麗すぎて口説かれすぎる人は結構しんどいなと思います。で、恋愛対象じゃなくなった時にその子のことね信頼してもらって係にするよっていう風に呼んでもらえるまではもっと時間がかかりますし、綺麗だけじゃダメなんですよ。まあ、話ができるとか気遣いができる、気が利く、あとね、トータル的にこのホステスさんに魅力があるって思ってもらえないと、係と口説きたい女性っていうのは別なので、ただ綺麗な人っていうのは、あ、この子やっぱり口説けなかった、じゃあねっていう風にお客様が次に移ってしまうと、時間を費やしたりストレスを抱えた割には次に繋がらないので、そういった理由でね病んで辞めていく綺麗なホステスさんもいます。あと綺麗すぎると営業の努力しなくてもそういう風にねリクエストが多くなるので、小手先でね仕事をするんですよ。たださっき言ったみたいに結果までは出せないので、ね、そこはもっと貪欲に、綺麗だけど頑張って私のお客さんにするぐらいのガッツがないと、まあちょっとね夜の仕事には向かないなと思います。だいたいこういったホステスさんは早ければ半年 1,2 年ぐらいで、おじさまにお金を出してあげられて、でまた2年後にホステスに戻ってくるみたいな方が多いんじゃないかなと思います。なので銀座のホステスさんはあまり綺麗すぎるというよりは、そこそこね入店はできるんだけど、そこから根気よくお仕事して営業努力を積み重ねられる、そういったトータル的に、まあ、やる気がある女性の方が重宝されるし向いてると私は思っております。ということで今回はどんなに綺麗でも向いていないという女性の特徴を挙げました。いかがだったでしょうか。今まで15年働いてきて、そうですね、やはりトータル的にねバランスがいい方が仕事を出世してますし、まあ、そういった根気よくやってる方が独立してお店を持ってるなっていう印象です。なかなかね容姿だけでねお店持った人いないんじゃないでしょうか。銀座って結構奥が深い街だと思います。それではまた。